中江義雄は日本の劇作家、脚本家である。1910年5月3日、北海道に中江義雄として生まれる。弟に喜劇人の佐山俊二がいる。上別市の旧姓、尋常小学校を卒業し、札幌郵便局に就職したが、その後上京した。様々な職業を経て、1940年東京。 新宿のムーランルージュ新宿座文ゲ部に入る。同じ頃に NHK でラジオドラマを手掛け、中江の歌詞化が1942年に発行された放送劇名作戦に収録された。1945年の第二次世界大戦後、ムーランルージュで社会風俗劇、生活の川、二神馬などを発表した。新国劇の儀曲。 ドブロクの立つ、ラジオドラマの台本、ちゃっかり婦人とうっかり婦人等を手掛けた。いずれも映画化されている。他に、下北の、やたろう、振り向けば、夕日、清水次郎長など。1986年1月8日、死去した。満七十五歳没。特筆されたもの以外は、すべて演劇の儀曲が原作となったもの。テレビドラマデータベースを、 中江義雄で検索し、脚本を担当したものを取り上げた。国立国会図書館所蔵作品リスト。ありがとうございます。